おはようございます。今10時半です。10時に起きたんですけど、携帯触って10時半になりました。おはようございます。今日はTWICEの新曲が出たので、ムーンライトサンライズっていう、その TikTok を撮ろうと思っています。お願いします。ちょっとまだ携帯触ろうと思ってます。11時ぐらいには起きようと思います。おやすみなさい。だなたじゃだなさい、ムーンライトサンライズ、だなたじゃだなさい、ムーンライトサンライズ、 baby just to make you moonlight sunrise だなたじゃだなさい、はい、あ、今踊りの練習してました。やっぱ間違い、衣装着てから何回も踊るってやりたくないので、何テイクも撮りたくないので、事前にめっちゃ練習して踊れるようにしときます。あ、10時50分ですね。起きました。今からどうしよう、朝ごはん兼昼ごはんを食べようと思っています。はい、これはヨーグルトとみかんとキウイがあるんで、今流行り のフルーツサンド作ってみたくて作ってます。フルーツサンドってクリームじゃないですか。もうクリーム太るんで、ちょうどなんか私イーセイスキルっていうヨーグルトにハマってるんですけど、イーセイスキルのヨーグルトを塗ってクリーム代わりにして挟もうと思っています。これひなチャンネルさん、ダイエットの YouTube チャンネルの人がいるんですけど、ひなチャンネルさんがこれめっちゃ美味しい、これ凍らせて食べるとめっちゃ美味しい、マジでうまい、このバニラ味が美味しいです。はい、なんか時々なんかダイエットの人のあれを見て作りたいなって思っちゃいます。で、朝今日何作ろうかなってするのが楽しみでもありますね。わ、これよく見るやつだ。たらーん、わー、いただきます。でもあんまり私甘い系好きじゃないんですよ。もうちょっとフルーツがいっぱい入ってたらよかったですね。やっぱ甘い系よりお惣菜パンが好きなので。でもまあ美味しいです。このヨーグルトと合いますね。でもパンって太りますよね。まあいっか。はい、あ、今モモリン、トワイスモモの、メイクをやっています。この時のメイクを参考にして今やっています。ちょっとオレンジ系なんで私に合うかどうかわからないんですけど、じゃあちょっとメイク集中したいのでごめんなさい。はい、はい、あ、衣装選びに来ました。今日はモモリンが一番私 TWICE の中で好きなので、モモリンのと自分のある服の中で選ぶっていうのをいつもやっています。新しく買うことは絶対にしたくないっていうか、自分のあるものの中でどれだけできるかみたいなのが楽しいので、今この服に合ったやつを私が あると思ってて、でも多分捨てちゃってなくて、めっちゃ探してます。今これ3年間ぐらい着てなくて捨てちゃったんですけど、こんなに服を着たいと思ったことはないですね。でも悔しい、あれが、あの服があると思って、で希望を照らしていたのに、ちょっと服がないってなるともうやる気が、いや、やりますけど、ちょっともう嫌ですね。ちょっと探してみます。捨てたかな、もう本当になんで見つからないんでしょうね。
私本当に見つけるの下手なんですよ。なんかもう多分ない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 って脳で思ってるからもうないんですよ。なんか本当に例えばすぐそこにあったとしてもなんか目に入らないんですよ。なんか病気、お病気なのか分かんないけど、マジで見つけれないんですよね。でもお母さんが探したら見つかるんですよ、絶対に。多分ある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 って思ってるから、お母さんは。でも今回のはまあ捨てちゃったかもしれないんですけど、本当に捨てたですかね。なんか確かに捨てたような気もするけど捨ててないような気もするんですよ。 I got a tea and gotcha、 はい、もうまあとりあえずじゃあもう一回探してはみますけど、これでなかったらもう他の衣装でやってやります。とりあえず先に最初の衣装で踊ります。一着目の衣装これです。なんか止めようかな、止めれないのでやめます。 Do you feel not hot talk right now? It's I need you cook right now. I want you to hear me say moonlight sunrise baby come in my starlight moonlight sunlight。 ちゃんと撮れてたか確認します。内カメで撮ると画質が悪いので最近は外カメで撮るようにしています。衣装がなんかちょっとダルダルだったのでここでゴムで結びます。確認します。ちょっと靴下で踊りにくいですよね。なのでちょっと片足脱ぎます。なんかもうちょっと笑顔で撮りたいと思います。あ、いい感じだと思います。最後にもう一回だけ踊ります。これは YouTube ショーツにあげます。はい、次は TikTok 用に撮ります。次はももりんのこういう服で撮りたいと思います。ニーハイがハイ色しかなくて、いつもストッキングを中途半端に履いてたらないんかいみたいな言われてて毎回毎回、でも毎回毎回そうやってしてたらなんかやらせだろ、絶対しめしめと思ってやってるだろうって思われると思うので、今回も本当は黒いモモリンブーツなんで、ここまでの黒いニーハイじゃなくてストッキングを履きたいんですけど、いや、やっぱり黒が灰色だとやっぱり黒のニーハイを買いたいと思います。まあ、別に今回ダンスがそんな難しいわけじゃないので踊れると思います。もう最悪服があったらもうめっちゃ踊れたのに。黒いリボンをここにつけたいんですけどないですね。どうしよう。リボンの代わりにこれをつけたいと思います。できました。終わりました。 TikTok 用と YouTube 用、なんか同じだとやっぱつまんないじゃないですか。TikTok の動画、上げた動画とショーツに上げる動画、これ TikTok どっちも見てる人も多分いると思うので、まあ同じのを上げる時もあるんですけど、たまにはショーツと TikTok 違うバージョンを上げるようにしています。気づいてる人がいるかは分かんないけど、でもやっぱ飽きるじゃないですか。あ、これ TikTok でも見たし、これショーツでも見たしっていうのがあると思うので、たまに違うバージョンを上げるようにしています。これね、いつもね、衣装がね、ぐっちゃぐちゃになるんですよ。片付け、すごい、何？なんか、もうブワーってするから、ブワーって着替えて、ブワーって、あ、これつけて、これつけて、これつけてするから、毎回なんか、ぐちゃぐちゃになって怒られますね。散らかして。なんか、撮らなきゃいけない衝動に駆られるんですよ。別に撮らなくてもいいじゃないですか。なんか撮らなくちゃってなっちゃうんですよ。で今なんかすごい賢者タイムみたいになるんですよ、終わった後。はあ、賢者タイムっていう感じです。で今からそのショーツあげる用と今日あげたいのでを編集します。どれが一番うまく踊れてるかとか、どれが一番表情いいとか選んでやります。はい、ちょっと着替えてきます。じゃあ、はい、でも撮影終わった後はすぐコンタクトを外します。なんかカピカピするんですよ。なんかコンタクト
なんか 目の度数が合ってないのか頭が痛くなってきちゃうので、なのでもう別に撮影することもないし、あとは編集するだけなんで。あっちゃん25。あ、そうですね、自分のことはあーちゃんって呼んでます。家族からもずっと生まれた時からあーちゃんあーちゃんって呼ばれてるので、でもちゃんと外では使い分けますよ。外ではちゃんと私って言って、家ではあーちゃんって言います。はい、あ、今編集してるところです。 TikTok に上げるやつを編集しています。これが一番振り付けが合ってるし、あの表情もいいので。そうですね、やっぱりダンス動画はあの一番最後に撮るにつれて上手くなってるので、一番最後の動画を選ぶことが多いんですけど、ダンス以外の動画は結構逆に一発目をさ、あの参考にっていうか、一発目を上げることが多いです。なんか一発目の方がなんか面白いっていうか、なんか新鮮味があるっていうか。そうですね、なんか TikTok のためだけにこうやってメイクしてって、でもこの後どこも出かけないって悲しいので、だからせっかくメイクしたから TikTok ライブすることもあるし、あのこのまま友達と出かけたいなって思うこともあります。だからこのままどっか一人で買い物行ったりするし、だってもったいないじゃないですか、せっかくメイクしてどこも出かけないっていう、 TikTok 撮るためだけに撮ってみたいな、虚しいので、まあ何もしない時もあるんですけど、出かける時もあります。そうですね、もうあとは今日はもう撮らないですね。撮る時もあるんですけど、いっぱいため撮りしたので最近。はい、ありがとうございました。今日は密着していただいて嬉しい限りです。こういう地味な感じで撮ってますっていう。でも楽しいですね、ダンス踊る時っていうか、この衣装を選ぶ時とかは。今日はちょっとあのもう絶対着たいっていう衣装が着れなくて残念だったんですけど、他のもので代用したんですけど、それがちょっと心残りなんですけど、まあしょうがないですよね。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。 YouTube と TikTok どっちも見てくださると嬉しいです。バイバーイ